流の影響で右心系のもじゃ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 ーってなってね、もう全部 YouTube フィジカルクラブ総合弁逆流症編。はい、皆さんこんにちは。今日もですね、楽しくフィジカルを学んでですね、明日の臨床に生かしていきましょう。はい、早速いきましょう。今日はですね、僧帽弁逆流症っていうところに入っていきます。前回は大動脈弁狭窄症 AS の診察だったかと思います。同じ収縮期の雑音として、AS と同じぐらい頻度としてかなり高い病気ですね。はい、普段からよく聞く雑音ですけれども、今回僕自身もですね、もう一度勉強をして、新しい気づきとかがたくさんあったんですね。それと、なんていうのかな、イメージがまだはっきりできてなかったなっていう自分なりの反省もできて、すごくいい感じにできたかなと思います。で、最初にちょっとね、ポイントだけ伝えておきますね。今日もね、AS 以上にね、話がね、込み入るんですね。で、やっぱり、普段聞いてるようなので、分かってらっしゃるところもたくさんあるかと思うんですけれども、例えばね、MR の雑音が、MR だよだけでとどまらずに、AS と同じようにですね、これが、治療介入が必要なのかとかですね、実はその雑音以外にも大事なクリック音みたいなのがあるんじゃないかみたいな気持ちでちょっと話を進めていけたらなと思います。で、まず最初に今日は病態のお話をするんですけれどもね、この病態むちゃくちゃ大事です。で、病態のポイントはやはりイメージできるかっていうところが重要になっていきますので、その辺を中心に今日はお伝えできたらなと思ってます。では早速いきましょう。まず病態ですけれどもね、原因っていうところをまず詳しく書かせていただきました。でね、MR ってなんで起きるんだろう、弁がなぜ壊れるんだろうかっていうイメージをやっぱり持ちがちですよね。A 弁だってそうですよね。大動脈弁がね、石灰化を起こしてこうね、故障していくのとはね、ちょっとね、だいぶ趣が違ってくるんですね。で、これがね、結構僕なりに混乱した内容なんですが、原因はですね、弁そのものの異常、ね、A 弁のような弁が石灰化して壊れるみたいな異常と、二次性の異常がありますよっていうところがまずポイントで、かつナンバー1、一番原因として多いのは、弁そのものが壊れるんではなくて、左室機能や、左心室そのものの構造、形が変化することによって起きますと。で、その原因は例えば、ね、心筋梗塞だとか拡張型心筋症、これ拡張型心筋症なんですけれども、これは例えば高血圧性の心筋症でも起きてもいいのかなと思います。なので、まずこういう構造の変化による二次性の MR が普段は一番多いっていう意味合いを持ってるのが結構大事で、というのもね、MR イコール弁が壊れてるっていうわけではないっていうのが結構ポイントですよね。だからかなり多いということになります。で、この左室機能や構造の変化は何か起きてるかっていうとですね、一つは左室自体の拡大、あるいは収縮能の低下が原因となってますよとですね。左心室が、ちょっといきましょうか、これが左心室ですね。これ右心経過後地で左心室がどんどん大きくなっていくと、いいですか、ね、左房に逆流していくと、いうことになっていきます。 EF が低下していく、左心室の機能が低下していくとですね、屈出がうまくいけないから、結局これ左心室内の圧が高まってくるとね、拡大でも同じですけどね、両方ある意味同じことですけどね、ということになっていきます。で、ここポイントはですね、最初はこれ MR そのものが原因にもなるということを書いてるのは、軽い MR があっていくうちに、左室は少しずつ拡大をしていって、少しずつちょっっていう刺激がどんどん強くなって、最終的にはしっかりとした MR も起きるよということになっています。はい。ですね。はい。で、それとですね、これが一番多いと思っていただいて、その後にですか、弁の異常が4つほどあるよっていうのを理解するといいのかな。これね、覚えるというか理解が結構大事かなと思います。弁の異常ってどういう弁の異常があるか、これイメージが大事ですよ。弁の異常、どこによって MR が起きるのかっていうとですね、弁輪、弁の周囲が拡大していくっていうことが一つと、弁の先っちょがぶっ壊れる、弁の先っちょがぶっ壊れてブシュッといくと。あるいはここにはね、これも大動脈弁と大きな違いですよね。検索が弁にはついています。それと乳頭筋がついていますよね。これがブチ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 って切れるのと、この写真室の乳頭筋が動きにくいとか、これがぶっちぎれるっていうのでもいいのかもしれません。で、これよく、この模型よくできてるなと思うのがですね、これ検索なんですがね、検索にはこれ大体25本ぐらいあると言われています。一つの弁にですね。だから、たくさんのタコ糸みたいなものが張ってるよということです。それがブチブチ切れると起きますよということになります。じゃあ、どうやってそういうブチブチ起きたりとか、この弁輪弁そのものがぶっ壊れていくかっていうとですね、まあ、代表的な原因が乳頭筋機能不全、乳頭筋の動きが悪い。これ最終的にはぶっちぎれるね、乳頭筋断裂っていうのを起こしてもいいかなと思います。この原因に一番多いのが心筋梗塞、虚血性心臓病って言われてるんですね。で、これ面白いんですよ。急性心筋梗塞の約10から 20% に一過性に MR を伴うと、一過性に乳頭筋機能が悪くなって、動きが悪くなって逆流が起きると。なので、いいですか、やっぱりカテ質、ね、CCU から出るときには音が消失していくっていうのが一つのポイントって言われていますね。次、検索の断裂。これ何で起きるかっていうと、感染性心内膜炎ということになっている。弁にベジがつくんですね。遊説がついた弁がこういう検索をブチ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 切っていくということになります。これは急激に起きる検索の断裂ということになっていきます。他に、弁の左房への逸脱。これはね、僧帽弁逸脱症ということになります。まあ、いろんな原因で逸脱症にはなり得るんですけどね。プリッ、プリッ、プリッってことですね。はい。これね、僕ちょっと勘違いしてたなと思ったんですが、僧帽弁逆流症が重症になると逸脱するよっていうのではないですね。僧帽弁逆流症の原因の一つに逸脱があるよっていうところが非常に大事です。だから、僧帽弁逸脱症があるから、MR が重症であるっていうのは間違いですよね。はい。逸脱症そのもので起きうるっていうことになっていきますね。いいですか。はい。それと、リウマチ性の変性ということです。これね、かなり減ってきてるっていうか、もうほとんど見られないので、一番最後に書いてます。リウマチ性の変性によって、弁そのものがぶっ壊れると、MR、僧帽弁逆流症が起きますよということになっていきます。はい、ちょっともう一回冷静にパッと見てもらって、ここね、ある意味特殊ではあるんですね。弁そのものが壊れる病態とかね。ただ、逸脱症は一つの原因になり得るので、逸脱症があった場合は MR を疑えということになります。はい、やっぱり一番上はここですよね。リウマチ症ね。左室機能、左室が拡大していく、あるいは収縮機能が低下するだけで、だからよくね、エコーの検査をすると MR1 度2度ってかなり多いんじゃないかなと思うんですよね。はい、問題はこの MR が治療適用かどうかっていうのはまた別になってくるので、原因には実はこういう異常が一番多くて、弁の異常の場合は結構危ないです、この病気の場合ですね。まあ、弁そのものの治療が必要になることが多いと思っておくといいのかなと思います。それで次ですけれども、この僧帽弁逆流症には、いいですか、他の弁膜症と違ってですね、やっぱり左房拡大はすごく生じやすいと言われているんですね。この左房が拡大していくとですね、これ自体そのもので心房細動を伴いやすいということになるし、左房圧が上昇していくと、今度は左室がさらに拡大していくと、ね、この圧のこうもう奪い合いっていうかね、どっちの圧もこう高めろ高めろみたいなパターンになるということですね。はい、というわけで、僧帽弁逆流症の心臓をちょっとイメージすると、左室がどん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 大きくなって、AF が起きる状態。左室がね、むちゃくちゃ拡大してるのに AF が起きてないこともおかしいぐらい。逆に AF が起きてれば左室拡大、左房拡大っていうのを強く疑っていいのかなと思うぐらいということですね。というわけで、僧帽弁逆流症はですね、左室が拡大していくことによるいろんな弊害が起きるっていうところを一つポイントとして覚えておくといいのかなと思います。